運営理念。どうもんちゃー、篠原です。今回は僕が動画投稿していく上で大事にしていることというのを話したいと思います。はい、運営理念ですね。で、僕がですね、こういう動画投稿していく上で大事にしていることっていうのが3つあります。で、この3つの、考え方において、まずいいかな、これは配信してもいいかなと思うようなことをやってます。まず一つが、国を意識した、国益を意識した教育系の動画を配信しようと思っているっていうことですね。で、これどういうことかっていうと、今日本という国はまあまあ危機的な状況にあります。で、なんでかっていうと、少子高齢化しているからです。日本という国は人口が減っていってるよという状況なんですね。少子高齢化によって人口が減るでしょうと言われている。で、この中で人口が減っていても日本が国力を保つため、日本がちゃんとお金を稼ぐことができて、で、ちゃんとしたまあ軍事力ですとか、そういうものを持つことができるようにするためには2つしかないと思ってます。まず1つ目が、今まで人間がやっていたことをパソコンにやらせる IT 化ですね。 IT 化、これがまず1つの人口減に対する対策かなと思います。で、もう1個がですね、教育して1人当たりの生産性を上げるということです。まあ今までですね、1人の人間がやってきたことの2倍の生産性を1人が出すみたいな、2人分の仕事を1人が出せるみたいなことが当たり前になっていくと、日本は仮に人口が減ってもまあ大丈夫でしょうということですね。で、 IT も1人当たりの生産性を上げることも、これ両方教育でしかできません。 IT っていうのはパソコンについて詳しくないとできないし、1人当たりの生産性を上げること、これも、努力の仕方、どうやって技術をマスターすればいいのか、で、しかもそれを短期間で正確にっていう風に、どうやって頑張ればいいのかってことをマスターする。でも、これは教育しかないかなと僕は思ってます。で、僕はですね、こういうインターネットで情報を配信することで1人当たりの生産性も上げるし、まあパソコンに対しても詳しくなれる、そんなに嫌悪感がないみたいな、そういう人間が日本にこれからどんどん増えていくことで国益に貢献できるのではないかと思って動画配信をしています。まあこれが1つ目ですね、国益を考えてますよということです。で、2つ目が、生徒目線の教育というのをしたいと思ってます。はい、生徒目線ですね。で、これはどういうことかっていうと、今までの教育っていうのは、まあ、子供がいて、親がいて、で、まあ、学校教育機関ですね、先生と呼ばれる人がいるというふうになった時に、先生は子供に対してものを教えているんですが、常に親を意識せざるを得ない。というのも、子供は先生に対して、発言力があんまりない。例えば塾とかですと、実際にお金を払っているのは親だから、親を意識するんですね。で、まあ僕自身、塾で少しだけアルバイトで働いていたことがあるんでわかるんですが、正直言って塾っていうのは、まあ僕は働いていたところだけかもしれないですけど、子供に対して教育してないです。親に対していいサービスをしてるんですよっていうアピールだけなんですね。だけとは言わないけど、まあそれに近いものが、子供に対して価値を届けるということよりも親に対してアピールしているんですよ。で、僕はこれは教育のあり方としては間違ってると思います。親から、僕はお金をもらうとか、そういうことっていうのはとりあえず置いといて、子供にとって大事なのは何だろうかっていうことを考えて情報を届けています。で、だからなんですけど、僕の動画っていうのはどちらかというと、その親のことっていうのはあんまり考えてないです。生徒というか子供ですね、受験生とか高1高2高3で、あと中学生とか小学生とか、そういう人が見てためになる情報、生徒が見て、あ、ためになった、またこの人の動画を見ようというような情報を配信しています。だから僕はですね、コンテンツとしての面白さっていうのを追求している。バカ真面目にですね、普通に学校の授業と同じような授業を YouTube で配信するっていうよりも、どちらかというと面白くてためになる、そういう動画を作っています。生徒、子供にとってためになる情報であって、親がどう思うかっていうことは比較的度外視している。全く考えてないかっていうと嘘ですよ。全く考えてないっていうと嘘なんですが、あんまり考えてないです。どちらかというと生徒、高校生、中学生、小学生、そういう人たちが見て、あ、ためになったなと、この人の情報すげえなって思ってもらえる情報を提供しています。
でまあ僕はこれが本来の教育だと思うんですよ。いつの間にか学校というかその主人公が親になっちゃったと僕は思ってるんですね。例えば学校だと PTA の発言力が強すぎてあんまり先生が子供に変なことができないとかね。でそれは僕どうかなと。本当にためになることだったら先生というのは子供に対してするべきだと思うし、でそれが親から見てどんなに気に食わないことであろうが生徒にとってためになればそれは十分、価値のあるものだと僕は思ってますということですね。はい、これが2つ目生徒目線ということです。で最後3つ目、結果重視です。僕はですねどちらかというと結果を重視した教育というのを志しています。でそれはなぜかというと簡単で青春は短いからです。で受験勉強っていうのはあくまで受験において自分が自信を持つための手段でしかないと思ってるんですね。一生懸命自分が頑張って努力の仕方を知れる。でそういう風になれたらあと自分に対して自信が持ってたら僕は何でもいいと思ってるんですよ。勉強で、まあ、例えば東大受かるとかそういうことでもいいし、あるいは例えば野球頑張って甲子園に入れるとかでも全然いいと思ってる。でそういう中でいろんなことをやってほしいんですね。青春は短い。でその中でも自分の自信の持てる何かっていうのを掴んだら僕はそれで OK だと思っている。でその中でもし受験勉強で時間を使うっていう風になったら必ず結果を出していただきたい。これが僕の教育理念の一つです。というのもですね、まあこれはまあ今の学校教育機関が僕はおかしいと思うんですけど、努力していることを美しいとする教育が今まあ中心になってます。で確かにですよ、確かに努力している、それはいいことなんですよ。でも努力していることが目的になってるんですね。努力することイコールすべからく美しいんじゃないんです。結果を出すことが全てなんです。結果を出すことが美しいんです。努力していることが美しいんじゃない。結果を出すために手段として努力があるのであって努力が目的になってるんです。これは僕は間違ってると思う。青春は短い、人生は短いんです。その短い時間に対してもし勉強に使うのであれば結果を出す、ちゃんと努力した分だけ結果を出すというようにしないと間違ってると思います。僕はですね、今まで自分が散々遠回りしてきた。で、その中でそういう思いを他の受験生、高校生にしてほしくないんですね。で、せっかく青春が短い中でも特に勉強に使うんだったら必ず何かしらの結果を出すように短期間で集中して結果を出す質の高い勉強をしてもらおうというふうに思ってます。まあ、受験勉強で学べることっていうのはたくさんあるんですね。努力したらまあ報われるんだなっていうことだとか、論理的な思考力、あとまあこういうところですね、国のためっていうことで言うと一人当たりの生産性が上がる、短い時間でたくさんのことを習得できた、たくさんのまあ価値を配信できるというか、そういう人間になることもできるんですが、その一方で受験勉強ではどうしても学べないことがあるんですね。例えば女の子に振られるとか、あるいはうまくいくとか、そういうことで、例えば部活で仲間と一緒に頑張ろうって言って負ける、あるいは勝って嬉しい思いをするっていうこと、そういう人間関係的なことは受験勉強では学べないし、ともすれば受験勉強、学歴なんかよりも人間関係がうまい方が重宝されることもありえますが、そういうことっていうのは学べないんです。学べないんだけれども、そういうことも僕は学んでほしいと思う。音楽が美しいとか自然の雄大さ、そういうものを学ばないといけないと思ってるんです。短い青春の中で、でその短い青春の中でいろんなやることがあるにもかかわらず、もし勉強なんかに使うんだったら必ず結果を出してもらう。短い時間でできるだけたくさんの価値を配信していくというか、答案に書きつけるっていうことができるようにならないと、僕は受験勉強というか教育としては不合格だと思ってます。ですから僕はですね、結果、何よりも結果を出すこと、まあ受験勉強に関しては合格することですね。せっかく受験勉強したんだったら必ず受かりましょうということです。で、僕の、通ってた高校にはですね、ものすごく勉強してる人がいた。でもそういう人ってのは落ちました。落ちた時先生は何て言ったかっていうと、あんなに勉強してたのに落ちたんだね、まあいつか報われるよって言って終わりなんですよ。でその人はどうなったかっていうと、結局普通の、OL になりました。女の子だったんですけどね、普通の OL になりました。で僕は思ったのが、報われてないんですよ。努力しても、努力したにもかかわらず報われてないんです。で報われて、もし例えば不合格になって報われた、で今例えば外務省でバリキャリでアメリカと対等にディスカッション交渉してるとかだったら、あ落ちたけれどもそこから盛り返したねっていう話になるかもしれないですけど、でも落ちたんです。落ちて何も報われずに終わったっていう話なんですよね。でそれじゃダメなんですよ。努力したら報われるかっていうとそうじゃない。考えてちゃんと価値のある努力をしないと報われないし、無意味な努力を永遠にしてても結果は出ないんです。でそれは僕は不幸だと思う。
受験勉強においては結果を出さないとダメ、合格しないと無意味です。でそれをちゃんと伝えられる教育っていうのをしたいと思う。今の学校の教育機関はそういうことしません。なんか心が美しければいい的な、そういう教育というのを最近まあ流行ってますよね。努力していること、真面目であることが素晴らしいみたいな、そういう教育流行ってますが、僕はそれに反対です。結果を出さないとダメ、なぜなら青春が短いからです。たちんたらちんたらやってて長い時間かけるよりもいろんなことをいろいろやってほしい。部活もやって、恋愛もして、でそれでもなお勉強して、で勉強では高い価値を出す、そういう風にやっていってほしいので、まあ僕はですね、結果というものを何よりも追求しています。はい、ということで今回ね、運営理念ということで僕の中で思っている3つの話をさせてもらいました。まず1つが国益主義ですね。日本の国のために頑張っていきましょうという風に思ってますよということです。でもう1つは生徒目線、親がどう思うかじゃなくて、実際に受験で合格するか不合格するのを決めるのは子供なので、子供にとってためになる情報、受験生にとってためになる情報を配信していますよということ。で最後が、結果ですね。もし勉強するんであれば必ず結果を出しましょう、テストで点を取りましょう、合格しましょうという情報を配信していますよということでした。今回のはこれで以上です。ご視聴ありがとうございました。次回の動画ではですね、僕は教育というのはどういうものかということについて語っている教育理念の動画がありますので、よかったらそちらの方を見てみてください。今後もこういう勉強に役立つ情報をどんどん配信していきますので、これからもお付き合いしてくれると嬉しいです。ということでまた次回会いましょう。現在成績が上がる冊子を無料でプレゼントしています。勉強しているのに成績が上がらない、いまいち勉強するやる気が出ない、そんなあなたに効果的な冊子です。動画概要欄の URL をクリックし、登録フォームから篠原に教えてもいいメールアドレスを教えてください。プレゼント冊子とメールマガジンをお届けします。ではまた次回お会いしましょう。